リカシ、ヤクリ、キカウ、ハジマリメス。現代人こそ知っておきたい、アスカ時代最先端の憲法、17条憲法。今回の歴史ゆっくり聞こうは、アスカ時代に定められた、17条憲法について紹介していこうと思います。大人って一体何でしょうね。日本の法律的には20歳で成人ですが、その何倍も年を重ねていながら、マナーや常識のなっていない人はたくさんいます。最近よく優先席に座って、携帯をいじりながらでかい声でおしゃべりしているシニア団体を見かけますが、キリンもおいれば、ってやつでしょうか。でも優先席が広まり出した頃は、そういう人あんまりいなかった気がするんですけどね。かと思えば、いかにも突っ張りな兄ちゃん姉ちゃんが、普通の席をお年寄りや怪我人、妊婦さんに譲っているところを見ることもありますし、年齢って関係ないんでしょうね。大人の対応のルール定める。というわけで、本日は、大人の対応を定めた法律のお話です。推古天皇12年、604年の4月3日、17条の憲法が発布されました。聖徳太子、馬宿の王子のあれですね。ご本人の実在については、専門家の先生方にお任せするとしまして、この憲法の中身を見ていきましょう。憲法というと、いかにも堅苦しい言葉で小難しく書いてありそうで、見るのも嫌になるかもしれませんが、大丈夫です。当チャンネルですから、いつも通り適当に行きます。第1条、世の中ろくでなしばかり。第1条から第3条あたりは、最初の一文を学校で習いますので、ご存知の方も多いでしょう。1、仲良くしろ。2、仏教を大事にしなさい。3、天皇陛下の命令にはすぐ従うこと。の3つですね。しかし、実はこの3つは、それぞれ最初の一文だけを訳したもので、本当はその後にまだ文章が続いています。大事なことなのでもう一度書いておきますが、以下適当訳ですので、くれぐれもこのままテストの回答欄に書いたりしないでくださいね。例えば第1条だとこんな感じです。まず第1に、上司も部下も、お互い喧嘩しないように努力するのが大事だ。でないとあっちこっちで勝手にグループを作るし、仲の悪い同士で悪口を言い合ってたら、陛下のご命令がおろそかになっちゃうだろ。世の中できた人なんて滅多にいないんだからさ。でも上下関係なく、仲良くしようという心がけがあれば、話し合いもうまくいくし、何をやるにしてもやりやすくなるじゃないか。聖人のイメージが強い聖徳太子が、世の中ろくでなしばっかりだって言い切ってるところが意外ですね。この春から新しく社会に出る方もいらっしゃるかもしれませんが、初めからこう思っておくと、多少楽になるかもしれません。女の腐ったような奴は、意外なほど世の中で多数派です。と経験者は語ったとさ。第2条、でも生まれつきのろくでなしは、そんなにいない。第2条の方が、一般的な聖徳太子像に近いでしょうかね。二つ目に大事なことは、仏教を信じることだ。そして、仏教の宝である、仏様とお経とお坊さんを尊ばなくてはならない。生まれつき性根が腐っているような奴はほとんどいないし、もしそうであっても、きちんと理屈を教えればまともになることが多いだろ。それには仏様の教えを伝えるのが一番いい。だから仏様もお経もお坊さんも大事だ。今でも四字熟語や、ことわざに仏教由来のものは多いですよね。有名どころでは、以心伝心や一蓮托生などでしょうか。このように、短い言葉で道理を教えられるのは、仏教の大きな利点である。ということを言いたかったのかもしれません。意外なことに、第三条になってやっと天皇の話が出てきます。当時は、大気味ですが、
こまてえこた。三つ目に、天皇陛下と家臣の連携についてだ。君主は天、臣下は大地のようなもんだ。どっちかが欠けたら、自然も世の中の制度も成り立たないだろ。だから、陛下から命を受けた時は必ず従うこと。そうすれば、自分の部下もついてくる。皆が皆、ぐうたらしてサボってばかりいると、国が自滅する元になっちまうからな。上も下もきちんと働けばうまくいく、ってことですかね。現代で言えば、社長も中間管理職も平社員も、皆きちんと働いてこそ、会社が成り立つというところでしょうか。世の中サボってばかりいるくせに、なぜかクビにならないのもいれば、社畜になってまで働いているのに、いきなりリストラされてしまうこともありますしね。飛鳥時代にも、そういうよからぬやからがいたんでしょうか。有名なのはここまでですが、タイトル通りこの法律は、17条あります。全部この調子で訳すと、途中で見るのをやめてしまう人が多数派になりそうなので、1条を大体1文で適当に訳していきますね。大事なことなので3回言いました。役人のダメな現状が浮かび上がる条文。第4条、役人は自ら礼儀を守ること。そうすれば庶民もまともになる。第5条、役人は賄賂に鼻の下を伸ばしていないで、バッシバッシ仕事を片付けること。訴訟は1日1000件ある日だって珍しくないんだから、さっさと働け。第6条、悪人は速やかに成敗すること。でないと国が滅びる。第7条、職権乱用ダメ絶対。適材適所を心がけろ。第8条、役人は朝早く、夜遅くまで仕事しなさい。そうすれば緊急のことも対応できるし、やり残しもなくなるから。第9条、役人は心を込めて仕事をしなさい。でないと何事もうまくいかない。第10条、人の意見を尊重しろ。それぞれ言い分があるのだから、一致しないのは当たり前だ。ぶち切れてわめくなんてのは論外な。そろそろ読んでくださっている方が減ってそうな予感がしますが、気にしないことにして続きいきましょう。第11条、心象筆伐、わからない人はググってね。第12条、私腹を肥やすための増税なんてもってのほかだ。第13条、引き継ぎはスムーズに行うよう心がけて、前任者と同等以上に仕事ができるようにすること。第14条、嫉妬し合うとろくなことにならない。やめとけ。第15条、公務に私情を挟まないこと。最初に言ったように、上下仲良くを心がけなさい。第16条、農民は春から秋まで忙しいんだから、違う仕事を頼むときは冬にすること。第17条、重大なことは皆に相談して決めなさい。細かいことは独断でもいい。これでおしまいです。全部見てくださった方お疲れ様でした。どれも現代にも通じそうなことばかりですよね。そのままでもお役所に当てはまりますし、役人を重役とかに置き換えれば、一般企業でも役に立ちそうです。学校だと、この人がこの年にこういうものを作りました。ということしか習いませんが、これはとんでもなくすげえことだったりします。現代で例えると、多分ノーベル平和賞レベルです。海の向こうの大統領とか目じゃありません。だって、他の国や地域で7世紀に、仲良く城を町先に掲げた法律なんてありませんからね。ちなみに同時代の世界はこんな感じです。中国、隋は妖帝、後で聖徳太子の手紙もらって切れる人が即位したばかり。中東ではムハンマドがイスラム教を始めたばかり。東ローマ帝国は、皇帝が暗殺されて強制交代。フランク王国でブルンヒルドという女傑が摂政になるが、いろいろやりすぎて馬に引き回され、物騒すぎますね。特にヨーロッパ圏が、法律という概念すら怪しいくらいです。ですから、17条の憲法は、
歴史上類まれな存在でもあるのです。学校で習う法律の類で真っ先に平和主義を掲げたものは他にないと思われます。あったらすみません、テヘテロ。仏教の影響が大とはいえ、他国の法律でありがちな権利の主張よりも、役人は仲良くしっかり仕事をやれということを重視、明文化したという点についてももっと注目されていいんじゃないでしょうか。モラルをわざわざ言い含めるということは、それだけ社会が未発達であったということにもなりますけども、まあ1400年前だから仕方がない。少なくともいきなり人をぶっ殺しておいて他人に濡れ衣着せたやつは死刑な、から始まる某目には目を法典とかよりはよほど先進的というか温厚なことは間違いないでしょう。17条の憲法を後世の創作とする説もありますが、それでも欧米列強と比べればはるかに早い段階で平和主義の概念があったことはほぼ確実です。もしかしたらこういうところがやがて人種的差別撤廃提案、日英同盟がとしゃるきっかけになったあれへ発展していったのかもしれませんね。セゴメイド。ミタクラド。アリガトゥ。モシヨカタラ。チャンニラトゥロク。ウォニゲサメスウ。コノシェアクノボトンウォ。アシタクダセ。Please push this Shayaku button. Please push this Shayaku button. Edo. Kono Daugamo Meet Meet Kyudasani. Please also see this animation. And please push this button. Likashi. Yakuri. Kikau. Hajimari Meisu. 現代人こそ知っておきたい、飛鳥時代最先端の憲法、17条憲法。今回の歴史ゆっくり機構は、飛鳥時代に定るんですけどね。かと思えば、いかにも突っ張りな兄ちゃん姉ちゃんが、普通の席をお年寄りや怪我人、妊婦さんに譲っているところを見ることもありますし、年齢って関係ないんでしょうね。大人の対応のルール定める。最近よく優先席に座って、携帯をいじりながらでかい声でおしゃべりしているシニア団体を見かけますが、キリンもおいれば、ってやつでしょうか。でも優先席が広まり出した頃は、そういう人あんまりいなかった気が冷められた、17条憲法について紹介していこうと思います。大人って一体何でしょうね。日本の法律的には20歳で成人ですが、その何倍も年を重ねていながら、マナーや常識のなっていない人はたくさんいます。というわけで、本日は、大人の対応を定めた法律のお話です。推古天皇12年、604年の4月3日、17条の憲法が発布されました。聖徳太子、馬宿